じゃあ皆さんこんにちは。私、NVIDIA のデベロッパーテクノロジーのブライアンと申します。今日のセッションは NVIDIA のHighlights というライブラリの紹介と ANSEL の紹介となります。まあ、実は時間がちょっと厳しいと思うので、ANSEL はただプチ紹介させていただきたいと思いますので、それ本番のプレゼンが Highlights のフォーカスしたいと思います。でまず早速 ANSEL を説明します。ANSEL、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、数年前我々 NVIDIA が気づいたのがゲームプレイヤーがどんどん自分の好きなゲームスクリーンショットを撮ってそこからベースとしてアーツを作ることが増えてきました。それはどんどんゲームが描画がきれいになっていてプレイヤーがそのゲームを道具としてアーツを作ることになりました。でうちがどうやってそのコミュニティを応援して手伝えるかなと考えた上にANSEL のライブラリを作りました。ANSEL がゲーム上でフォトグラフィーのライブラリなんです。それはただスクリーンショットだけではなくてゲームでカメラを動かしたりとかそのポーズするままでそのいろんなフォトショップみたいなフィルターを行ってて HDR の対応も高解像度のスクリーンショットと360度の機能さまざまな機能が入ってます。それでゲームの統合は簡単でもちろん自分ゲームデベロッパーがそういう機能を自分で実装できるんですがもう時間かかりますのでライブラリとして統合するだけでは簡単です。まあ、最近もどんどんANSELを使っていただいているデベロッパーが増えてきましたけど最近のいくつかの例をちょっと伝えたいと思います。これは Mass Effect Andromeda のこれからのいくつかのスクリーンショットを見せれると思うんですけどこれ全てが ANSEL のスクリーンショットで保存したままで Photoshop とかもう変更もないそれでそのままで保存できました。そして「Star Wars Battlefront」も入ってます。このスクリーンショットの方では ANSEL の ANSEL 上での Depthフィルターをかかっています。で「ヘルブレイド」Sinのサクリファイスというゲームがありましてこのスクリーンショットもデプトフィールドを使っていると思うんですけど高解像度も使ってます。ここのプロジェクターちょっと見づらいかもしれないんですけど高解像度でズームインして旗のすごい細かいよがれをちょっと見ることできますので印刷ぐらいの解像度高くてあります。そしてGDC で発表した「ShotWithGForce.com」というポータルを発表しました。それはYouTube というかそのイメージとかその Facebook、Instagram みたいなスクリーンショットとビデオのポータルで GeForce を使っている皆さんがそういうお好きなスクリーンショットとビデオをアップロードできると思います。で今までに GDC までにはANSEL で使って保存したスクリーンショットは5ミリオン枚以上となりましたので大体人気になっています。で Unity ではそのエンジン側ではプラグインがあります。そのアセットストアで探して NVIDIA ANSEL はこのページが出てきます。それは2017年以上の Unity のエンジンであればなんでどこでも使えると思いますので統合も簡単です。まあ、今日のプレゼンはこれで紹介終わりますって申し訳ないんですけど去年もANSEL のプレゼンがありましてもっと細かく詳しく知りたかったらうちらのポール・シルバーのプレゼンをどうぞご覧ください。じゃあこれからハイライトをちょっと細かく説明させていただきたいと思います。じゃあハイライトは去年ぐらいでクローズベータで発表しましてゲーム側の自動的にビデオキャプチャーのツールなんです。うちで気づいたのはプレイヤーさんがどんどんうちら2年前ぐらい出してシャドープレイのラベルを使ってシャドープレイはビデオキャプチャーはできるんですけど、それは全部自分でやらなきゃいけないわけです。その Alt-F2 とか Alt-F9 だと思う。それで起動して、で、ストップは全部自分でマニュアルでしなきゃいけないわけなんです。それでユーザーさんが、それはビデオキャプチャーはすごいいいという意見がありましたけど、ちょっとめんどくさいですとか、それはなんで自分考えなきゃいけないわけですとか、そういう意見がありまして、どうやって解決できると思って、Highlights のライブラリを作りました。それで Highlights の方が、こういうような機能が入っています。まずはビデオはメインです。その 4K の 60fps の H.264 形式のビデオを保存できるライブラリなんです。もちろんスクリーンショットも対応するんですけど、それはANSELみたいなスクリーンショットではなくて、ただその今プレイ中の出てある画面をキャプチャーするんです。これ全てが自動的にキャプチャーされますので、どうやってキャプチャーされるかと後で説明しますが、ゲーム側が決めます。そのデベロッパーが、ゲームを作っているデベロッパーが何が面白い、でどこがキャプチャーすればいいとか決めて実装して、ライブラリが自動的にキャプチャーします。でもちろんUI とか、それはデベロッパーはほとんどは実装しなくてもいいわけです。GeForce Experience のオーバーレイを使ってビデオをレビューしたりトリミングしたり、ソーシャルメディアはそこでアップロードすることは可能です。今のところ Facebook、YouTube、Google+、Imager、Weibo を対応しますが、もうこれからどんどんソーシャルメディア、人気あるソーシャルメディアは対応が入っていると思いますので。あと最後にもちろんビデオのエンコーディングの設定とか解像度の設定とかさまざまな設定が入っていますので、結構使いやすいと思います。まあ、これは50ゲーム以上とか、それはハイライトだけではなくて、ハイライトとANSELも含めて統合していただいているゲームなんですけど、日本ですとファイナルファンタジー15とTekken 7、あとはNIO、もうその3つがANSELとハイライトも統合していただきました。最近のゲームといいますと、Call of Duty World War II とDying Light Bad Blood、Escape from Tarkov、あとさっき説明したTekken 7もハイライトを使っております。で、多分感じ的には分かると思うんですけど、ベネフィットとしては、2つのグループに分けております。ゲーマーにはベネフィットが考えなくてもいいところをビデオを撮ることです。それはゲームプレイ中で、じゃあこれは面白いと思ってどうやってビデオキャプチャーするか考えなくてもいいです。ただゲームフォーカスしてプレイするわけです。そしてボタンを押さなくてもゲームアプリが自動的に取ることなんです。それは非常に簡単です。あとはそのオーバーレイをゲーム中で早速アップロードできることは、友達すぐシェアできるんです。で、デベロッパーさんの方は楽のことは、もちろんライブラリに入ってますので、そんなに自分で実装しなくてもいいわけですし、あとパフォーマンスの影響は非常に少ない。シャドープレイと同じオーバーヘッドとしては、だいたいフレームの時間の 1% でしかかからないことなんです。だからパフォーマンスあんまり変わらない。で、UI の方はほとんどは GeForce Experience の中のオーバーレイに入っておりますので、自分のビデオエディットとかプレビューするとか、そういう UI は実装全くしなくてもいいです。で、統合の一例と言いますと、これはマッチゲーム PUBG一つの例とするんですけど、左の方がマッチ開始で、マッチ開始するときに初めのところでゲームがじゃあハイライトを使いたいですよ、それよろしいでしょうかっていうダイアログボックスが出てきまして、ユーザーさんがじゃあ OK ハイライト使いますとか NO ハイライト使わないと決めます。それはグローバルの設定となりますので、それはユーザーさんが NO って言ったら二度と何も表示も出てこないんです。それはおしまいで、Yes だったらハイライトを使えるようになりました。で、ゲーム途中で面白いことあったら、ちょっとこっちの方が5人の敵をとって倒すことで、ゲームが気づいたらハイライトを取りますとか命令をライブラリに出して、でそのビデオが自動的に保存されます。で、プレイヤーは何も押さなくて、ただプレイ中、プレイやったんですね。でゲームマッチを終了するときに落ち着いてるときにプレイヤーが戦ってないとかそれを落ち着いてるときにビデオのサムリーウィンドウでどんなビデオを撮れましたとかレビューしてエディットしてアップロードすることは可能です。それは簡単です。もう少し細かく言うとこういうフローになります。ごめんなさい英語なんですけど上の方がゲーム側のなっていることで下の方が GeForce Experience の行っていることで、ゲームがアプリが開始してでマッチが開始してそれでプレイヤーがいいことやって悪いことやって面白いことやって何かイベントがあってゲームが決めてハイライトになりますよとかそれは撮ってくださいとか命令を出して GeForce Experience がビデオ保存でどんどんゲームが続いて終わってサマリーウィンドウでビデオをそれぞれのレビューしてユーザーさんがじゃあこのビデオがいいと思ったらアップロードしてで YouTube に出てきます。でアーキテクチャの方がそんなに説明しなくてもいいと思いますが大体ドライバーなんでオーバーヘッドが少ないというわけですからドライバーを使ってレンダーバッファーはオーバーヘッドあんまりなしで見ることできるのですね。それであとはゲームの方が DLL だけをバインドしてその命令を出してハイライト取ってくださいとかそういう命令を出してで IPC でGeForce Experience のコアでコミュニケーションしてビデオを撮ることになっています。でこれからそのスクラッチでチュートリアルのプロジェクトに統合したいと思うんですけどそのプラグインがあります。その Unity アセットストアで探して NVIDIA Highlights だけでサーチしたら出てくると思います。このページでもちろん無料ですがその2017年以上の Unity であれば実は 5.6 の Unity でも動いてますのでただサンプルは行わないんです。それでどうぞご覧ください。あとは最近アニメーティド GIF の対応もできましたっていう説明だけですね。はい、でこれからその本番の統合スカッチで統合したいと思います。ここの統合がUnity さんが作ったチュートリアルのプロジェクト Survival Shooter を使ってNVIDIA Highlights のプログラムを統合したいと思います。その中ではちょっとその Survival Shooter のプロジェクトを説明あんまりはしないんですけど大体アクションゲームみたいにこういう眠ってる坊やがぬいぐるみを戦っているわけですね。その中には3種類の敵がいます。バニーさんそのウサギとゾウさんとクマさん。それはこれからそのエグザンプルで統合したいのハイライトのタイプがそのバニーさんが5匹を倒してそれハイライト取りたい。それからゾウさんが大きな敵ボスと考えてそれ倒したら糸倒してもハイライト取りたい。あとはプレイヤーさんが死亡したその倒れた時をハイライトを取りたい。でそれにポーズメニューがありましてそのポーズメニューではボタンを実装してハイライトのサムリーウィンドウをレビューする実装も行います。でこれからこのスライドからUnity に変更したいと思いますが一応何を実装するとはちょっと説明したいと思います。先にUnity のやり方をみんなご存知と思うんですけどその一つのゲームオブジェクトの中にプラグインを使います。その C# のスクリプトでは Awake の方でハイライトの SDK をイニシャライズしてあと一つのハイライトグループを作ります。そしてゲームセッションがスタートをするときに Configure それはハイライトの種類を Configure したいと思います。それでゲームプレイ途中の方が面白いことが起こってたらハイライトを取りますよという命令を出します。それぞれになると思いますしでそれはいつでもポーズメニューを開いてボタンを押してその今までの撮られたビデオをレビューすることをオープンサムリーで実装します。で最後にゲームを終了するときにハイライトの SDK をリリースするそういう流れだけで統合終了となります。簡単です。じゃあこういうスイッチします。じゃあさっきをローカルで保存したサバイバルシューターはごめんね今プレゼント中です。はい、これはそのチュートリアルの Unity さんのエンジンの立ち上がるとのチュートリアルのページからサバイバルシューターをダウンロードしたまま変わらない状態なんです。まずはアセットインポートしなきゃいけないわけですね。普通にオンラインであれば今ネット接続はないんですので、オンラインでアセットを探してインポートするのは普通と思いますが、今はオフラインでダウンロードしてそこからインポートしたいと思います。インポートするときにこういう画面が出てきます。パッケージは非常にそんなにアセットは入ってないんですけど、プラグイン PDF、 それは説明書となります。その後にDLL を2つ、GeForce Experience の SDK DLL とその Highlights プラグイン、Unity のプラグインの DLL を2つになります。で、最後にスクリプトがあります。この C# スクリプトをメインインターフェースをとしてGeForce Experience の DLL の全部のコールを呼ぶことができます。じゃあインポートします。はい。では、インポートされた状態はこういう NVIDIA、 この下の左の NVIDIA Highlights のグループとなります。プロジェクトの中で。別にここまでいいですし、移動しても大丈夫ですし、何でもいいですね。そのハイライトのスクリプトが入ってくると確認します。で、まずは、事前、そのデモが時間がきついと思いますので、一つのマネージャーのクラスを書きました、事前に。それをインポートして全部のコードをレビューしたいと思います。じゃあ、ここスクリプトのところにインポートします。じゃあ、ちょっと見てみましょう。ここさっきのプレゼンパワーポイントで見せた流れの Awake Start とこのその実装がここに入っております。このクラスがウィンドウ、フォースクリーン、別に見えるんですね。はい。よいしょ。はい。じゃあ、このファイルをちょっと見てみましょう。オノビヘイビアをインヘリットしますので、こういうクラスをゲームオブジェクトにただつけて、こういうアウェイクスタートでオンデストロイが呼ばれることとなります。で、まずアウェイクをちょっと見てみましょう。サバイバルシューターのプロジェクトでは、プレイヤーが倒れたらまたシーンロードを行いますので、それ全てのシーンに入っているものがデストロイしてまた作り直すこととなりますので、それは毎回ハイライトの SDK リリース、イニシャライズはちょっともったいないなので、まずは Don't Destroy Unload 設定をします。それはただゲームを立ち上がる1回のアウェイクして SDK がイニシャライズされます。で、ゲームが終了するときにリリースすることになります。で、イニシャライズ、ハイライト、SDK。これはそのローカルのファンクションの後ちょっと見てみましょう。で、スタートするときに Configure Highlights。これ Configure Highlights の方はその3種類のハイライトの設定を行います。で、最後にDestroy。OnDestroy のハイライトの SDK リリースを行います。で、それぞれの3つを、ファンクションをちょっと中をもう少し詳しくは見てみましょう。まず、Initialize Highlights です。Highlights の部分が GeForce SDK の中に入っておりますので、GeForce SDK は Highlights だけではなくて、Highlights を使うつもりであれば、Highlights のスコープを設定しなきゃいけないわけです。これはGeForce SDK のことです。じゃあまずはスコープを設定としてはこの3つとなります。ハイライトは基本的にハイライト使いますというスコープなんです。で、その後にハイライトの中ではビデオを撮りたいとスクリーンショットを撮りたい。基本的にはこういう全部全て入れといても大丈夫ですね。スクリーンショットを撮るつもりではなくてもいいですし、入れといて、スコープはただパーミッションみたいな、それは使っていいよ。ということとなります。その後に自分のアプリの名前、今回は Survival と設定をしております。それ自分のゲームの名前とか、それ何でもストリングに入れてもいいです。で、ここ Highlights Create Highlights SDK というファンクションを呼んでいます。これはさっきプラグインに入っている Highlights というスクリプトの中に入っております。ちょっと見ますが、そんなにこの中を見なくてもいいというわけですから、まあ、いろいろファンクションがあって、エラーコードとか、あとそのストラクチャーをディファインされてますので、その後で自分で見てみましょう。使い方はこっちを見てみます。じゃあ、Highlights Create SDK、Create Highlights SDK はその SDK をイニシャライズすることなんです。それはコードが OK であれば使えるようになります。だから、その Return コードをちょっと見て、0以上であれば大丈夫です。プラス1、プラス2とか全部サクセスなので気をつけてください。0だけではないんです。ネガティブの値だったら何かエラーが行ってます。それだったらちょっとログをチェックして、それ直してください。で、OK であれば SDK イニシャライズと設定して、一つのグループを作成することとなります。ハイライツが、ただ、どっかテンポラリーのフォルダで保存されると思うんですけど、グルーピングされます。それでアプリの方が、まあ、自分で自由にグループを作って、このハイライト、このグループを保存してくださいとか、そういう整理することは可能です。だからこのアプリの方がこの例ですと、まあ、一つのグループしか作らないんですけど、自分のゲームを統合しようとしたらちょっと考えてどんなグループ分け方がいいかと自分でデザインして実装してください。でオープングループで開きます。でそういうイニシャライズ SDK とオープングループでイニシャライゼーションが終了となりますのでハイライトを使えることになります。で、コンフィギュアの方がスタートとなります。その前にちょっとリリースの方はちょっと見てみましょう。簡単だと思いますが、ハイライツのリリース、ハイライツ SDK で SDK をリリースすることは可能です。一つ気をつけなきゃいけないことなんですけど、今のハイライツの SDK はリリースは2回出して、GeForce Experience おかしくなります。だからすみませんが、気をつけてください。もうイニシャライズ1回でリリースを2回出してて、その後に1回イニシャライズをしようとしてて、エラーが出てきますので、GeForce Experience は完全に再起動しなきゃいけないわけとなりますので、気をつけてください。じゃあ、それイニシャライズとリリースをちょっと見てみました。その後に Configure。その SDK が使えるようになりましてから、自分のゲームが使いたいハイライトの種類、設定をする方がいいです。しなきゃいけないわけですね。それで、Configure Highlights の中で、そういう一つの例となります。まずは、この3つと分けておりますが、ちょっと見づらいので、ちょっとズームインします。じゃあ、はじめを一つだけ見てみましょう。ハイライトデフィニッションのストラクチャーがありまして、そのストラクチャーの中に、いくつかの変数があります。まず ID。ハイライトはみんなが ID で名前を付けられます。ID がただストリングなんです。ただストリングなんですけど、そのストリングがきちんと整理しないとつなげられないなので気をつけてください。このエグザンプルの中では私がその enum を使っています。enumeration が myHighlightTypes でそれは必要ないんですけど、もし enum を使ってその enum の値の toString だったら絶対に value が正しいと証明できるんですからhighlight types をenum で実装されています。death と bunch bunny と elephant kill その3種類先ほど説明しました3種類の highlight type となります。じゃあまず最初の highlight の definition が bunch bunny の toString となります。で、その後に2つの値が、ハイライトタグとシグニフィカンス。そのタグがハイライトのタイプと考えてもいいです。そのどんなタイプとなります。それをほとんどは、まあ、自由に自分で使ってもいいんですけど、それはちょっと分け方ね。グループでハイライトを分けることもできるんですし、ハイライトタイプでも分けることができます。マイルストーン、アチーブメント、インシデント、ステートチェンジ。そのそれぞれのどんなハイライトでグルーピング、タイプをつけられるんです。で、もう一つをちょっと教えさせていただきたいのが、Unannounced のハイライトタイプもあります。Unannounced のハイライトタイプをつけといたら、ハイライト撮るときに何も表示もならないんです。一般的にハイライト、ゲームプレイ途中でプレイヤーがいいことをやってて、ハイライトを撮ってくださいという命令を出して、大体保存しましたとか、そういうちょっとプチバナーが表示されますので、アナウンスとタイプをつけたら、そういう表示は出てこないんです。で、よく見たら、ここ全部のタイプの値がビットフィールドとなります。1、2、4、8、10、まあ、10じゃなくて16なんですけど、それはビットフィールドだからどっちかで全部組み込みができます。だから1つのハイライトがマイルストーンとアチーブメント、インシデント全部ですって感じですので、アナウンスとはただビットフィールドオアに追加できるです。で、バンジャーバニーの方がただマイルストーン、それは自分が5匹を倒してマイルストーンとなります。で、その後に significance の値があります。significance の方はただ悪いことからいいことの連続となります。で、その後にuser default interest。で、ハイライトのシステムの中に全部全ての別々のハイライトはオンオフの設定が入っております。それはユーザーさんが好きなゲームがハイライト入っているゲームをプレイ中で、じゃあこのハイライトを、いらない、このハイライトを欲しいとかカスタマイズできることすることができます。そのユーザーデフォルトインテレストはその最初からユーザーさんが何も変更カスタマイズはしてない状態はバリューですね。大体 True につけるおすすめなんですけど、もしあんまりユーザーさんが多めのユーザー、みんなのユーザーさんが興味ないハイライト、なんか少しのユーザーさんが興味あるハイライトのであれば、そういうオフにして、それで最初からユーザーさんがそういう取らないことになりますので、それユーザーさんが自分でエネーブルをすることが必要となります。ですので、大体 True にする方がおすすめとなります。で、最後に Name Translation Table。これは翻訳です。ローカライゼーションをしたいと思ったら、ここ全部を対応する言語、ここね揃えます。この例で英語と日本語もちょっと対応しますが、全く使わなくてもいいです。ここのトランジションテーブルになるの値につければ、ただ ID をそのままで使います。もし翻訳が欲しかったら、ここ使ってください。じゃあそういう設定を揃って一つのハイライト設定を終了です。で、この例でさっきの3つのハイライトを設定します。その Elephant Kill は Achievement。Very good。で、Death が Incident。Bad。そういう設定でハイライトのコンフィギュアことを、そのデータを揃ってハイライトのプラグインのインターフェース、Configure Highlights を出して、設定は終了です。で、その後にハイライトを取ることを可能となります。で、どうやって取ることとなりますが、ちょっとこのスクリプトで見て、まだ何もゲームのロジックにつながってないなので、今のところゲームを実行して、何もハイライトを取ることはならないです。が、まずトリガーをちょっと見てみましょう。とりあえずdeath だけを見ています。この static public function trigger death highlight がありまして、それをこう呼ばれたらハイライトを取ることとなります。ビデオハイライトパラメーターズの一つの設定は、それ4つの変数が入っています。まずはグループ、どんなグループで取りますか。それはさっき言いましたが、自由に自分でグループ作成することができます。あとは別で自由にハイライトの種類を作成することができます。これを取るときにどんなグループでどんなハイライトを取りますとか自分で決めます。そういうグループ ID もハイライト ID も2つとも string となります。で、その後にビデオの連続、スタートストップの時間です。そのスタートデルタはそのビデオの開始するとき、で、エンデルタは終了するとき。で、全てがミリセコンドで、マイナスもプラスも可能です。今の例ですと、マイナス2000からプラス2000で4秒のビデオを撮ります。そのコールを出した瞬間の前の2秒前から出した瞬間の2秒後というビデオとなります。まあ、マイナス1万からマイナス2000とかでも大丈夫で、プラス2000からプラス1万でも大丈夫です。それで自分で決めて、それは自分のゲームロジックはどのイベントがその知るタイミングによる何のビデオを撮りたいとかそれぞれ違いますので、タイミングは自分で考えてつけてください。で、そういう設定を決めたら Set Video Highlight、 このコールだけで GeForce Experience はビデオを撮ることとなります。で、Temporary フォルダに保存されます。それだけで。で、同じようにです。バンチャバニキル。バンチャバニキルはちょっともう少し長い。5秒前となります。で、ヘルフェンキルは3秒前から。まあ、それぞれの設定、それぞれのイベントがどんなタイミングが欲しいとは違いますので。で、最後に、このファイルの最後のファンクションとして、Show Highlight Summary。それは、落ち着いているところにオーバーレイで、どんなビデオが撮れましたとか、それで全部プレイヤーがレビューして、トリミングしてアップロードするの UI なんですね。それはグループビューの設定で開きます。グループビューの方がアレイとしてどんなグループを同時に開くことができます。今の例ですと一つのグループでしかないなので、一つのグループビューでしか入れない。そういうグループビューがそのさっきを作ったゲームのグループのストリングですね。そしてフィルターが入っています。そのフィルターは今は使ってない何年を設定しますが、もしさっきを設定したハイライトタイプとハイライトシグニフィカンスのそのフィルタリングをすることは可能です。もしマイルストーンだけを見たい。じゃあ Good 以上のマイルストーンだけを見たいとか、そういうサマリーウィンドウを開くことは可能です。こういうフィルタリングで。はい、じゃあそういうコードの方がほとんどはこれでできましたが、 Unity にはまだゲームにつながってないなので、そのつながりをちょっと作ります。じゃあまずはSDK はイニシャライズすることをつなげます。じゃあまずゲームオブジェクトを作っておいて、ゲームオブジェクトを Highlights Manager の名前をつけます。で、Highlights Manager にそのさっきの Highlights Manager のコンポーネントをつきます。で、それだけで今はゲームを実行して、Awake と Start の Destroy とか全部を構造されますので、ちょっと見てみましょう。まずは、ハイライトを初めて実行するときに、ハイライトを使ってもいいですかって表示は出てきます。それは GeForce Experience をこのアプリで、はい、じゃあ使います。その後に、すみません、倒れました。その後に今のハイライトのゲームロジックを何もつなげてないなので、倒れても敵を倒しても何もハイライトにならないんです。でもログをちょっと見たら、さっきの SDK イニシャライズできました。GeForce SDK に接続できました。グループを作成できましたとか、そのスコープ、パーミッションが必要とか、それはログも出てきましたとか、ハイライト、コンフィギュアもできました。そういう全部できましたっていうログを見ることができます。じゃあ、そういうイニシャライズの部分だけが正しく統合できましたっていうのを確認できました。その後に、ハイライトのトリガーするロジックにつなげます。じゃあ、まずはプレイヤーの倒れること。このゲームはあまり深くは説明はしませんが、このエグザンプルでプレイヤーのオブジェクトの中にプレイヤーのスクリプトが入っています。プレイヤーヘルスというスクリプトがありまして、ここでプレイヤーが倒れたことを知ることができます。じゃあちょっと見てみましょう。プレイヤーヘルスの中では、ここの方の中で Take Damage。その敵の当たってダメージで、もしヘルスが0以降だったらデス。じゃあこのデスの中のファンクションが一番いいです。じゃあまだ途中で。じゃあここで、ただハイライトマネージャー、さっき説明したマネージャークラスの中に Trigger Death Highlight。それだけでここでコールします。で、その後に敵を倒す2つのハイライトつなげましょう。このゲームの中ではスポーンポイントがいくつかのありまして、そのスポーンポイントからプリファブの敵を作成することとなっています。そのプリファブの方がプロジェクトの中にヘルファントとゾンベアとゾンバニド、その3つの敵がありますが、でもそれぞれのプリファブの中にはエネミーヘルス、プレイヤーヘルスと同じようなスクリプトがありまして、でもみんながエネミーヘルスのスクリプト、同じスクリプトをついてます。それでそのスクリプトの中ではどんなプリファブでどんな敵を落としわからないなので、まずはちょっとどんな敵を落とし知ることを実装しなきゃいけないわけですね。でエネミーヘルスの中ではプレイヤーみたいなテイクダメージとデスのところがあるんですけど、このデスのところを敵を倒れるときには、じゃあこれはいいと思うんですけど、この敵はウサギかゾウさんかちょっと知らないんです。なのでまずは少し名前をつけます。じゃあまず enemy name をつけます。でそれでプリファブをちょっとまた見てみて、ちょっとコンパイルされました。でプリファブでこのバニーの今の名前はアンノンだからゾンバニーに変更して、でヘルフェントはヘルフェントに変更する。それで名前、その敵の名前がエネミーヘルスのスクリプトについてありますので、そこのですのファンクションで簡単にどんな敵で分かるようになりました。それで if string compare enemy name と elephant で小文字は関係ないで0だったらその highlights manager と同じように trigger elephantをつけてします。そしてゾンバニも同じところです。ゾンバニはここではいトリガーバンチャーバニー、はい、じゃあそれでそのハイライト取ること、ゲームロジックに接続の実装は終了となります。で最後に早速、確認せずにしていますが、サマリーウィンドウを表示すること、今プレイしてプレイヤーがいいことをやってハイライトを取れてもレビューすることを見ることはできないなんですので、ちょっとポーズメニューの中にやります。ポーズメニューでボタンがいくつかありますね。でボタンのクイットボタンとリズームボタン、クイットボタンとリズームボタンはちょっと見てみますね。あとごめんなさい、僕はアーティストではないんですが、あんまり上手にボタン UI とか作れないんですけど、ここの UI だけが必要ですね。ウィンドウとか全部GeForce Experience のオーバーレイで実装されますので、ただどうやってそのサマリーウィンドウを開くことを自分で考えて、ボタンかあとそのキーボードのボタンとか、そのやり方は自分で自分のゲームを合わせるようにデザインをお願いします。でまずリズームのボタンをデュプリケートします。でリズームボタンがハイライトサマリーボタンとか名前を変更して、テクスト2つのボタンがあるね。テクストは NVIDIA Highlights Summary とつけます。ちょっとちっちゃいなので大きくしますね。おい。で、ちょっと文字が大きいから、おっしゃった通り、僕はアーティストではないんです。すみません、これでできます。でこのボタンがつなげるのがポーズマネージャーとスクリプトがあります。これもお説明あんまりはしないんですけど、ポーズマネージャーがただタイムストップすることなんですね。これリズームはオンポーズとなります。でポーズマネージャーの方はハイライトサムリーウィンドウの実装をします。でマネージャーのポーズマネージャーの中ではこのポーズファンクションがあります。で新しいファンクションで public void show highlights summary、それだけでさっきハイライトマネージャーの中のShow Summary Window のファンクションをコールします。はい、それで、今コンパイル中です。はい、それで、このポーズマネージャーのポーズよりも、ポーズマネージャーの Show Highlight Summary につなげます。はい、これで実装が終了。すべてが統合できました。じゃあ、確認します。もしタイプがなければうまくいくと思います。それでつまりゲームオブジェクトでハイライトの SDK をイニシャライズしてゲームロジックでハイライトのトリガービデオをつなげてでこのポーズメニューでボタンが追加してそのボタンがウィンドウを開くことになります。じゃあごめんこれですね。やってみましょう。あ、忘れました。ごめんなさい。このメニューキャンバスはさっきオンにしてました。もう一回。もう一回ベルトします。あと一つをコメントしたいのですが、Unity や Window モードであれば、デフォルトの方が違う Window がフォーカスになったら、勝手にミニマイズされます。それはUnity のプレイヤーの設定で変えることはできますので、GeForce Experience は Window モードのアプリでは別の Window のその上に描画するなので、もし GeForce Experience のオーバーレイを起動したら、Unity が別の Window がフォーカスになりましたとは思って自分をミニマイズされますので、まずは Visible in Background という設定お願いします。ごめんなさい、もう3回もそれでできます。できました。はい。じゃあ確認します。で、さっきはそのダイアログ、ハイライト使ってもいいですかで表示されましたので、これは二度とは出てきません。ああ、意外と暗いんですね。じゃあ、まずはですを確認します。倒れました。で、上の右のですを保存しましたっていう表示出てきました。それはハイライトのビデオを撮りましたっていう意味です。で、次の方が多分バニーを僕はあんまりうまくないんですけどできるかな。5つのバニーを倒した途端バンチャーバニーを撮りました。あ、だとヘルファントは今のところできる。できましたか？できた。できてないそういうふうにゲームプレイを別にビデオを撮ることを考えずに自動的にビデオを撮ります。で、ポーズメニューからそのボタンを開いてこの GeForce Experience のオーバーレイでさっき撮られたビデオを全部整理して見ることができます。じゃあ打ち上げをその5匹のバニーを取ります。それでちょっと見て倒りました。倒したとかそういうことでここでトリミングして今 Google フォトだけど Facebook でも大丈夫でYouTube のそのスタートストップとのトリミングしてそれでここでログインがついてますので今現在接続はないんですけどアップロードできませんがそれでアップロードをここでする可能です。で、最後見せたいのが、ハイライトの GeForce Experience の設定の中では、ハイライトのが、ここのゲームのコンフィギュアされたハイライトのオンオフのさっきのコンフィギュアの説明した通りです。ここで自分のプレイヤーが、じゃあ自分が死亡とかあんまり興味ない、自分の倒れを見たくない、それをオフしては命令を出しても取られません。だからここでユーザーが全部をコンフィギュアできることです。はい。じゃあそれで早速ですが5分しか残ってません。すみませんね。スライドはいくつか残っていますが、だったらパンパンパンって進ませていただきます。後でオンラインでちょっと見てください。それはどんなハイライトがいいかどうかとなります。あとは最後に、もしハイライトを統合していただければ、ぜひゲームを登録してください。うちらはどんなゲームを使っているのかと知りたいんです。はい、これでプレゼンが終了となりますが、もし質問とかございましたらお答えいたします。大丈夫ですか？意外と早すぎですか？ごめんなさい。じゃあ、はい。ごめんなさい、ローカルで。はい、もちろん。はい。取られたハイライトがテンポラリーフォルダに保存されますので、そこをさっきのサマリーウィンドウでガラリーに保存するボタンがあって、それを押してテンポラリーフォルダからローカルの設定したハードディスクのフォルダにコピーします。それで全部 MP4 となります。はい。はい、どうぞ。VR は対応してません。すいません。今考えておりますが、まだその実装はないです。すいません。はい。今のところはできないんです。それも検討中なんですけど、もし欲しかったらメールとかで教えてください。あ、はい。じゃあまず。でその後2番。はい、できないんです。それなぜかハイライトを全く欲しくないユーザーさんもいるなので、もし出さずに設定がオンになりますね。それでハイライトを取ることになります。それでハードディスクスペースを使ったりとか、そういうあんまりまずいプレイヤーさんがいますので、まずプレイヤーさんが全部コントロールすること決まっています。すみません。でも、うん、はい。それはその場合はただ UI が邪魔っていうわけですかね。うん。はい。それはハイライトを取りますというお知らせしたくないっていうわけですか。はい。それはできないんです。すみません。はい。ユーザー用にユーザーが保存するためで一番想定されているパターンだと思うんですけれども、うん、逆にゲームマッチ終了したときにこういうハイライトがあったっていうのを、ゲーム内で見せるっていう時に、このハイライトを使えればなと思っているんですけど、それは可能ですか？はい、可能です。ハイライトの API、今はこのデモを使ってないのが、ハイライトの、どのぐらいハイライト溜まってますとか、その数字がそれ調べることはできます。こういう5つのハイライト溜まってますよとか、それを調べることはできますので、それはさっきのコンフィギュアのタグとシグニフィケンスとグループで、このグループの中のこのタグとシグニフィケンスフィルターのハイライトはいくつかありますかと API で調べることはできます。それで自分が取った Very Good のハイライトのアチーブメントがユーザーさんにプレゼンできる。それもちろんその UI は自分で作らなきゃいけないわけなんですけど、ゲームの中では多分ダイアログとか、それで君がよくやったハイライトは3つが溜まってますよとか、このボタンでクリックしてサマリーウィンドウを表示されて開いてレビューことができます。そういうことでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。最大で何秒前まで設定することができます。何秒前の、はい、時間から取得するっていうのができますか？そうですね。どのぐらいバッファーがあるかって聞いてますね。はい、それはちょっと決まってないなんですけど、テンポラリーストレージの設定にもよりますが、あとその GeForce Experience の中の設定も入ってますので、今のところだいたい5分ぐらいまでには大丈夫ですが、でも一般的にはハイライツのその目標の方が短いビデオなんですけど、その5分から5分とかその10分のビデオを撮るようではない、まあ、撮るようなライブラリではないんですけど、まあ、それは多分可能だと思います。その値の方が、まあ、多分フローティングポイントのマックスだと思うんですね。まあ、それをマックスに入れたら多分キャップされます。そういうことになります。でもだいたいせめて数分5分ぐらい前でも大丈夫で。で、あとは決まってないだと思います。でもバッファーもかかりますので、だいたい10分もう少し長いと思うんですけど、10分とかそんな感じになります。はい、はい、じゃあこれ時間がなくなりましたのでありがとうございました。